キンプリ新曲、新体制初のシングル売り上げが初日で50万枚間近。ダブル主題歌のシックストーン数は上回る。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンス以下、キンプリのニューシングル、何者が6月20日付のオリコンデイリーシングルランキングで首位に初登場。今作は、 高橋海人と長瀬角の二人体制になってから初めてのシングルで、初日売り上げは46万1141枚と、ハーフミリオン、50万枚、達成間近の好記録となった。何者は岸優太、神宮寺優太、平野耀の脱退後、新生金プリにとっての第一弾シングル。初回版 A、B、それぞれ CD プラス DVD、通常版、CD に加えて、 ファンクラブ会員のみが購入できる受注生産商品、ディアーティアラ版、CD プラス DVD の4形態をリリースした。ディアーティアラ版にはキンプリが7月2日に初開催するファンミーティング、キングプリンスと打ち合わせのチケット応募権利もついている。今年2月に発売された5人体制最後のシングル、ライフ e ーズオンスラッシュ・ウィアーヤングの初日記録は849,568枚で、 週刊結果の発表時点では自己最高となる103.2万枚を売り上げていました。メンバー3人の脱退がありながら、今回は初日だけで46.1万枚ですから、大健闘と言えるのではないでしょうか。グループ継続を決めた2人を応援したいというファンが売り上げを伸ばそうと頑張ったからこそ、良い数字につながったのだと思います。ジャニーズに詳しい記者。ネット上のファンの間では、何者の初日売り上げ。 46.1万枚。正直に言って25万枚ぐらい売れればいいかなと思ってた。キンプリおめでとう。キンプリ、すごい。ハーフミリオンいきそうだねと驚きや喜びの声が続出。また、ハーフミリオンが確実だけど、どこまで売り上げを伸ばせるか、おい何者を頑張って、CD 売り上げ100万枚を目指したいと追加購入を検討する人も少なくないようだ。だが、情熱はある。シクストーンストの、 ダブル主題歌という異例の展開も、なお、何者の発売は、5月23日に金プリがオフィシャル YouTube などを通じて行った生配信内で発表。これに伴い、放送中の4月期ドラマ、だが、情熱はある、日本テレビ系の主題歌として、新たに起用されることも明らかになった。だが、情熱はあるは、金プリ高橋とシクストーンズ、森本慎太郎がダブル主演を務めている作品。 エンディングテーマはシクストーンスが歌う新曲、コッカラが使われていたものの、第8話、5月28日放送より、キンプリの何者に変更。コッカラはオープニングテーマに使われることになったんです。ドラマの音や途中で、ダブル主題歌になるという異例の展開となりました。どう情報解禁後、ダブル主題歌なら、両方の曲が流れるし、良かったと安どの声が漏れていた一方。 主にシクストーンスのファンからは、途中からダブル主題歌なんて、キンプリには頑張ってほしい気持ちもあるけど、やっぱりダブル主題歌は複雑だよと戸惑うコメントも寄せられていた。そのシクストーンスの、コッカラは6月14日にリリースされ、初日約37.4万枚、初週49.5万枚をマーク、オリコン調べ。初日セールスはキンプリが上回ったが、コッカラは翌週も売れ続けているのか。 6月20日付のデイリーシングルランキングでも5位にランクインしている。果たして再スタートを切ったキンプリの最新作、何者は週刊ランキング発表までにハーフミリオンに届くのだろうか